こんにちは、福少です。えー、世界の名作文学を5分で語る。時には10分くらいかかってしまうというような、えー、ま気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家詩人について、えー、僕の独断と偏見で、えー、ま気ままに楽しくお話ししていくチャンネルです。世界で一番わかりやすい文学入門動画を目指しています。面白かったと思ったら、あ、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、今日はですね。えー ヨーロッパの作家と日本の作家のコラボということです。でですね、バルザックと芥川龍之介というテーマでお話ししてみたいと思います。っていうとですね、なんかものすごい研究論文を発表しそうな感じがしますけど、えー、まあ実はそんなことはなくてですね、バルザックと芥川龍之介同時に論じたら5時間ぐらいしゃべらなくちゃいけなくなりますね。ええー、まあ5時間しゃべるのは簡単なんですけどね、芥川龍之介の引用と解説。 30分ずつやって1時間、えー、それで自分の意見に行って2時間、芥川で2時間、バルザックで同じことをやって4時間、えー、まとめで1時間喋ったら5時間ですってね、できるんだろうかと思いますけど、はい、まあ冗談はさておいて、えー、まあそういうことですね、そんなに長く喋れません。で、あのー、僕が一番最初に買った、えー、文学本は芥川龍之介なんですよ。 えっとですね、それまでは、まあ、中学1年の夏休みに買ったんですけどそれまではまあ少年ものの少年少女文学全集みたいなのを読んでたんですけどお夏中学1年の夏休みにです、ね、初めて、えー、芥川龍之介という,です、ね、こう,もう大人の本ですね、えー、川出処房の、ねえー、日本文学全集の中から芥川龍之介を 選んんでで買ったんです。というのも学校の夏休みの感想文のテーマが「えー、まあヘッセの車輪の下」あそれから「花坂」っていう本がんかね今全然見ないんですけどねそして「芥川のラッシュを持つ」しかしですねあの昔はあのな学校がこれが感想文推奨本ですって指定してたんですけどね。 ヘルマンヘッセの車輪の下をなんで推奨するんかと思いますよね。あれ読んで、僕もハンス・ビーベンラートに共感します。学校辞めますって言ったら、先生はどうするつもりなんでしょうね、えーあ。こんなことを学校辞めたら自殺してしまうんだ。だから辞めたらいけないぞ。先生のことを聞けよ。っていうね、脅しのセめナやつでしょうかね。あまあ、それはちょっと置いといて。で僕はですね、えー、ヘル、車輪の下は長いから読むのをか買ったんですけど、えー、しょそれは少年文学全集で買ったんですけどね。それはですね、 読ま,なか読まなかったんですよっていうか長いからそ,その時読まなかったんですよで芥川龍之介のラッシュ文は短いというだけの理由で買いましたそして、えー、感想文書いてくるともう箸にも棒にもかからないような感想文だったですねで,、えー、でそのですね芥川龍之介のまあ ね、一冊芥川龍之介だから代表の短編がいっぱいあるわけです、僕も芥川が大好きで、まあ、羅生門はそんなに好きじゃないんですけど、まあ中学1年のトラウマが残っていて、ですね、羅生門はダメなんです、うん、で、まああの周山図とかね、あと芭蕉が死ぬ時の臨終のとか、ある日の大内蔵之介とか、こういう渋めが好きでですね。あとは そうですね、まあ,あみかんとかもね大好きだし「とししゅん」とか「くもの人と」とか大好きですね、まあ、芥川はあ本当にいい作家ですで、えー、しかしながらあそういう芥川のあ,あとトロッコも大好きですけどね芥川の、あのー、そういう作品よりも僕は一番熱中して読んだのが芥川の連票と最後に小島信夫さんっていう人が 書いた手記なんでで、すよで。年表は何が好きかっていうと芥川はあのものすごく学校の成績抜群だった中でも漢文は特別だったみたいなそんなこうあこの人読書もするし勉強もするんだ俺も頑張ろうみたいなねそんなことを123歳の頃思ってましたでその年表、まあ、実は全ての作家の年表を読むの大好きなんですけどまあそれはまた別の機会にでえー 小島信夫さんっていうね、えーまあ、作家ですよねで、その人はですね芥川との思い出っていう中で、えー、自分はバルザックをこれから読みたいと思いますと、どの全集がいいですかって、芥川龍之介先生に聞いたんですね、若き小島信夫さんが。すると芥川先生は、ですねエブリマンスライブラリーにあ、覚えてるもんですね、やっぱ子供の頃読んだ本はすごい、エブリマンスライブラリーになんと全部揃ってる、えー、確かそれ英訳英語版からな,なんですね、すごい人たちですね。えー僕も 久しぶりにバルザク読もうと思うから、一緒に君は1巻から読め、僕は最終巻から読む。こう同時に読んで、どっちが先に読み終わるか競争しようみたいなね。あ、そしてハンデをやる。君が読み始めて1ヶ月後ぐらいから僕が読み始めるみたいなね。そんなことを言って、どっちが先に読むか、まあ。まるでゴルフか、ゴルフのハンデでやってるようなもんですね。で、えー、結局ですね、えー、それをちょっとカチンとくるんですね、小島さんは。で、あの、芥川龍之介は、まあ、 読んだかかかどどうわかからないですけどあの最初、結局ね、小島信夫さんがそこでその式に帰ってるんです。その前週の解説のところですね、僕はこうぜ本の解説文読むの好きなんですね、年表とか解説とか。えー、それで雑学が入っていくんですけどね。で、その小島さんが最後に芥川先生の優しさに僕は気がつきました。バルザック前週を全部読み終わって。 って書いてるんですよというのがですねえバルザックは面白い小説は面白いんですけど面白くない小説は果てしなく面白くないんですねこのもし芥川先生が意地悪なこう読書競争 申し出てててななかかっっったたら僕は途中でででで読んんすす書いてあるんですよね、えー、つまりバルザックはですねまあいとこベッドとかゴリオおじいさんとかいう代表作は面白いんですけど、うん、代表作じゃないものって何なんだろうな人間喜劇全部が代表作みたいな感じですけどえっ、ー、と僕はまだ谷間の百合はなんは読みかけて面白くないと思って読んでないんですね、えー、それからですね今いとこポンスだったかなそんなそれもなんか面白くないという噂があって読んでないんですよそして、えー なんか他にも色々あってですね短編はもれなく面白いんですけどね長編のバルザックは当たり外れが多いんですよまあ、当時のフランス人が読むと全部面白いのかもしれないですけど今の日本人が読んだらとんでもなく読めないみたいなね、えー、物語が始まるまでに人物や屋敷の描写が屋敷の描写で20ページぐらいやられたら誰が読むかって思ってしまうんですけど、まあ、そういうのが多いですねまあとにかくそういうことでですねバルザックはつまんないのもあるんだよって芥川龍之介は暗に、えー 島島ささんんに、小島の坊さんに伝えたわけなんです、ねでえー、脱速ですけど芥川龍之介は超速読家だったというのはあんまり知られてないんですけどその小島信夫さんの手記の中でですね芥川先生はめちゃくちゃ読むのが早いと、えー、雑誌なんか人と喋りながら読むとで一体どれぐらいのスピードで読めるのかって芥川に聞いたけどんーまあはっきり言っては教えてくれないけどって言って一つの逸話をお紹介されてるんですけど。 ロマン・ロランのジャン・クリストフ、ジャン・クリストフって言ったらですね、えー、どうでしょうかね、今僕が、ね、システム手帳ってご存知ですかね、システム手帳って最近誰も使わないですけど、このシステム手帳の大きさの、これが4つ。 つ続くぐらいがジャン・クリストフの長さです。はい、その4つ続くその長い長いロマン・ロラーのジャン・クリストフの英訳本を、えー、当時東京から京都に行くまでの夜行電車で全部読んだっていうんですよ。本当なのかと思ってしまいますけどね、まあ、あの今の時はね速読トレーニングとかもあってこう科学的な速読とかありますけどアフターガードの時代にはそんなのないんででもあの本を読みすぎて頭が良すぎていつの間にかそういうこうねこう転写するような。 速読技術を完全にマスターしたじゃなければですね、英訳のロマンロナンのジャン・クリストフを、えー、まあ、まあ、一晩かけてって言ってもあの、新幹線で行くのと違ってね、昔の夜行列車ですから、どうなんですかね、東京、大阪、9時間ぐらいかかったかもしれないですけど、9時間でジャン・クリストフ全部読むのかってね、すごい。ということはね、この本1冊2時間で読む、あのビジネス本とかね、えー、僕も結構ポッパッと読めるんですけど、文学って味わいながら、 こう読むじゃないですか、それをそんなスピードでできるのかと、どんな感性をしてるんだ、だから自殺なんかしちゃんだみたいなね、これちょっと言い過ぎですけど、感、ま、性、あ、が服を着て歩いていたような芥川龍之介が、バルザックの小説には、普通の人は読めないものもあるよと言ってるっていうことが、案に示された事例でしししたたははいいい、えー、今日は以上ですまままお会いしましょううありがとうございました。